皆様こんにちは本日は CP プラス 2023OM システムスペシャルトークステージにご参加ご視聴いただきまして誠にありがとうございます CP プラス2023の開催に合わせまして4日間にわたり総勢17名の写真家の先生方によるスペシャルトークステージをここ新宿の OM システムプラザから配信しております OM システムの魅力を中心に、ここでしか聞けない貴重な内容をお届けしてまいりますので、最後までどうぞお楽しみください。さて、これからのお時間は、写真家、金竹武健先生による、OM システムで花火を撮ろう、コンピュテーショナルフォトグラフィーと題したスペシャルトークステージをお届けいたします。はじめに、金竹先生のプロフィールをご紹介いたします。 1963年生まれ、17歳の時に花火の美しさに魅了され、花火と写真を独学で学び始められました。一般的な花火写真のみならず、独自の手法で撮影したアートとしての花火作品を発表し続けていらっしゃいます。主な著書として、超花火撮影術、超望絶火の打ち上げ花火などを刊行されております。 今回のスペシャルトークステージでは視聴者の皆様から先生への応援メッセージを受け付けておりますご視聴中の YouTube ライブのコメント欄もしくは Twitter にハッシュタグ「#OM システムトーク」をつけてご投稿くださいそれでは参りましょう金武武先生による OM システムで花火を撮ろうコンピュテーショナルフォトグラフィーです 先生どうぞよろしくお願いいたします。はいどうも皆さんこんにちは。はいありがとうもいます。どうもいます。こんにちは。えー、私が金武と申します。花火のね写真を撮っております。え今日はですねこの OM システムさん OM システム <laughs> 手話でねあの表現したいんですけどあの手話でね表現できる言葉が僕はちょっと少ないので。 ちょっとゆっくりとお話を進めていければいいかななんて思っております。で、今日はこのね、OM、えー、システムさんの、この会社の中で作ったカメラを使って花火を撮ってきました。で、それを皆さんにご覧いただきながら、えー、話を進めていければいいかななんて思っております。はい。じゃあ早速ですね、写真をご覧いただきたいなと思いますので、上映します。はい。さあご覧ください。これはどこでしょう これ、静岡県。静岡県の小さい町の中で、実は12月31日、大晦日、除夜の鐘とともに花火があるんですね。どんな花火でしょうご覧ください。手筒花火。これに、ね、人が持ったまま火をつける、シュー !20 秒とか、 30秒とか経つとトーンと跳ねるというご覧くださいでよく見ると男の人がね持ってるんですねはいこれをね除夜の鐘とともにね花火をやるという町がありましたので、えー、写真を撮ってきましたご覧くださいこれがシューっていう瞬間で何十秒かするとトーンと跳ねる跳ねと言います 手筒花火ですね手筒花火と言いますはいこれ手筒という人もいるけど手筒花火ですはいでこれをどう撮ったのか実はコンピテショなコンピテショナ,ンーショナルフォトグラフィー言えないんですねすいませんねこの新しい技術ですね、まあ、デジタルカメラになりまして従来のカメラの中に新しいテクニック技術が入って より一層みんなにより一層で楽しい写真をね、撮っていただけるような、そんな技術が入っています。その、えー、コンピテンショナルのこの新しい技術はいくつもテクニックがあるので、その中で花火にいいテクニックを選んで撮ってます。はい。この話は後で接しますので、お待ちください。 さあ、この手筒花火、ジュアの金の手筒花火、ドーンと終わった後、僕は車で移動しました。静岡県の海に行きました。で、海に行くとね、これ鳥居が立ってる。で、星が綺麗だった。で、それをね、撮るんじゃないの。実は、初日の出のちょっと前、これ出るちょっと前の、ふわーっと空が明るくなった時に、花火がトントーンと来るんですよ。 見てください下の方を見ると明るく明るくなってきてるでしょで花火がトントントンとまあ5分間ぐらいの、ね、短い花火なんだけども今日本まあそうですね2年ぐらい前から、まあ、新型コロナウイルスが流行り始めで花火大会が少なくなったもしくは中止になった。 大勢で集まって花火を見るっていう機会が少なくなった残念だなと思いますでもね小さい短時間の花火っていうのは各地でねやってたんですでそういうところに僕は時々時々行きまして写真を撮ってました、うん、僕が思うにね花火というのは大きければいいってもんでもない 数がたくさん上がればいいではないなと思うの。自分のね、住んでいる街の中で小さい花火でもみんなでお父さんお母さん子供たちが集まってみんなで見るっていうのがね、楽しいなと思うんですね。はい、そう思いました。で、みんな仲間が集まって写真を撮る。それが思い出になっていく。 花火の楽しみ方の一つかなと僕は感じてます。ね。きっとね、皆さんも子供の時に誰と一緒に行ったかなっていうことをね、思い出に残ってよと思うんですよね。うん。まあ、それが花火の楽しみ方の一つかななんて思います。さあ続きまして、1月、えー、広島県の 宮島に行きましたこの、えー、と宮島では昔ね大きい花火大会があったんですでもある事情によって中止になってしまったで、えー、1月にですね本当に短い5分間ぐらいの花火をやるということになったので行ってきましたもう特徴的なのがこの鳥居がきで,で 海が広が広っているでも時間になると水が海が引けていくそうすると鳥居の下まで歩いていくことができるよいしょで鳥居の下で写真を撮ったりとかしてねみんな楽しんでいますで見た写真がこれああこれね動物がいましたねえー、こんなの見ててね可愛かったなーなんて思いましたねで花火の写真をご覧ください 花火と鳥居と人々が見ている後ろ姿を撮りました、ね。5分とかね、80分間ぐらいだったかな。短い花火なんだけども、その街の人たちが集まって花火を見て楽しんでいる姿がね、素晴らしい。素晴らしいななんて思いましたね。ようやくこの日本、いや、世界では、 新型コロナウイルスがようやく収まりかかったっていう時に戦争が始まってしまったこれは困った悲しいことだ戦争では火薬を使う花火も火薬を使っている僕としてはその地球の平和世界の平和のために火薬を 使っっててしいいと思っています鳥居の後ろでドーン前はね、えー、と水中花火水中花火という半円形の花火がね綺麗にやってたんだけど今朝は,はなくなっちゃいました、うんはい。じゃあ続いていきましょう。これはね去年の4月春の時に 秋田,の花火大会秋田というと夏暑い時のね花火大会がすごく有名だけど実は春も、えー、と10月の秋の花火もね綺麗なんですよ。で春とか、えー、と10月のね花火ってねガラガラなのの暑い時の夏の。 花火大会ってものすごい混むじゃないですか。で、行くのも大変だし帰るの、帰るのも大変だし、ちょっとね、なかなかおすすめしにくいかなと。この春とか10月の花火大会で空いてる時に行くのを僕はおすすめしたいなと思っています。で、撮ってきた写真をご覧ください。写真。ワイド。ワイドスターマイン。 ね、幅広くトントントーン下の方でジュワージュワージュワー幅広いのねワイドスターマインっていいますね幅がね8 0 0ートルぐらい広がりますかねよく見ると下には人がいますね、うん、でもこれ春だからまだ隙間があるこれがね暑い夏の時の花火だともうぎゅうぎゅう詰めうんねそんな感じでございますで ご覧いただきたいのがこれ。これを何、なんでこの写真を持ってきたのかって言ったら、実はこれね、三脚を使わずに手で持って撮った写真なの。はい。手ぶれ補正機能。これがね、OM の,この手ぶれ補正がね、すごく優秀なんですよ。ものすごく優秀なの。で、こいつ、この写真をね、 三脚使わなかったの。で、自分のこの2本の手、右手、左手、で、肘を体につける。しっかり持って撮ったの。じっと我慢、ね。で、撮った写真なのよ。何枚かご覧ください。こちらはワイドスターマイン。で、ご覧いただくとね、雨粒がね、右の方についてるのがわかるかな。 白い玉がちょこっと、あれ、雨なんですよ。雨のね、寒い時のね、花火、ああ、花火でした。特にこちらなんか。カメラのレンズにも雨粒がいっぱいついちゃってるの。で、ふわーっと、ソフトフォーカスになっている。でもそれがね、また綺麗だなと思うのです。で、なんでこの写真持ってきたかって言ったら、OM のカメラはね、雨にね、強いの。うん。 これ、防人防的ってどうやって示したらいいかわからんけどね。私までわからんけどね。すいません。もう雨でも大丈夫なのよ。これで、ね、安心です。安心。はい。ぜひこれ、雨の中でも、雨の中でも使ってみてほしいなと思ってます。はい。で、ご覧ください。花火の綺麗な姿ってどんなものかって言ったら、どっから見ても丸い形。 旧型に開いた丸い形を見たときに綺麗だなっていうふうに言われます。これなんかは中心から一重二重三重と丸が綺麗なのね。で、手で持って撮ってる姿、どうやって撮ったのかを押しょちょっと待ってね。はい。これ、ご覧ください。右手で グリップを握り、左手でレンズを下から支え、両膝、肘を体につけて、膝の上に、肘を乗っけてんだ、ね、よ。<laughs> はい。そうして、5秒、10秒、15秒って、じっとしているの。で、撮った写真をご覧ください。ブレてない。ブレてない。手ぶれ補正機能がね、優秀なんです。はい、もうびっくりします。 びっくりしました。はい。で、この花火は、ふわーっと広がった先にね、レースのカーテンのように、まるでジュディ・ヨングのようにって言ってもわからんかな。で、ね、こわーっとその、綺麗なんですよ。で、風に流れていく姿がすごい綺麗じゃないですか。ね、エルビス・プレスリーみたいとか言ってもわからんかな。はい。で、綺麗な姿はまた一つは、何十にも旧型。 丸い姿がきれいというふに言われております。ところが、この手持ちですから、ちょっと油断すると失敗もたくさんある。見てください。これをね、ひょいっとして、よーく見るとね、ブレてる。ブル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 ,ブルこれは失敗です。これしっかり持ってなかったっていうことになります。ね。はい。で、この、 OM のね、カメラの中には、はい。これ、手持ち撮影アシスト。はい。その、ちょっと待ってね。うん、お願いします。手持ち撮影アシスト。お願いします。この、四角い、白い四角い枠の中に、白い点が入っている。ありがとうございます。手持ち撮影アシストと言います。 この機能のおかげで手持ちが大丈夫になりました。はい。この四角い枠の中の白い点が動いてはダメ。じっと、この枠の中で動くのは大丈夫。だけど、はみ出てしまったらダメ。という状況なんです。で、えー、手持ちの様子をね、動画で撮ってきました。僕はカメラを持っている。で、ここにビデオカメラで動画で撮る。 で、液晶モニターの様子をね、皆さんに見てほしいと思って動画を持ってきました。<laughs> まずは、普通の花火のトーンという姿を見てほしいと思います。いきます。はい。動いた。はい、動きました。はい、液晶モニターの様子です。 ピント合わせをしました上がっていく花火をご覧ください一般的に言う千輪という花火ですねひゅーっと上がっていくのを上りという名前がついてトーン今芯が開いたその後バラ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 ね、千輪の花火とよく言われますねそれを撮ってる液晶モニターの様子をご覧ください手持ち撮影アシストの白い点が動かないように持っているのです 撮影開始。今、開始。撮影中です。なるべく動かさないように動かさないようにしております。6秒経ちました。7秒経った。撮り終わった。撮った写真がこれ。ブレてない。素晴らしい。もう一度、今度は八重心の花火で、丸い花火です。で、紅残光ってね、光の粒がずっと1個だけ残る花火。まあ、綺麗な、綺麗な花火ですよ。ご覧ください。 丸く何十にも開いたで一粒だけ紅の光がずっと残ってってるまあなんでしょう綺麗ですねこれね大人の花火ですねこれは失敗じゃないんですよ花火の失敗ではないので,で撮っている姿を見てほしいと思います紅ざん紅ざんこね僕はこれだいぶ好きな花火ですねはい今撮影です1秒2秒 3秒、4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒。10秒間、手持ちで撮ったんです。撮った写真がこれ。いや、信じられません。三脚なしで、ご覧ください。もう三脚なしで撮ったんです。ね、この手持ち撮影アシストのおかげで、これができるようになりました。 で、ところがね、その、普通の、あの、花火大会というと、1時間とか2時間かかるじゃないそれをずっと手持ちっていうのは、やっぱりちょっと無理があります。ね。だから普通の花火大会で写真を撮るならば、やっぱ三脚用意していただいて、カメラのっけで撮った方が楽。でも、最近はね、あのー、サプライズ花火で、サプライズ花火で、急に、 あ、花火が上がったっていう時がある。その時に三脚持ってないやっていう時には、手持ち撮影アシストでも大丈夫と思っておいてください。ね。こんな楽しみ方ができます。さあ、続いてご覧いただきたいのが、再び、手筒花火で。手筒花火、ちょっとまた文字を出しましょう。はい。手筒花火と読みます。はい、ありがとうございます。 手筒花火というのは火をつけてからゴーッと20秒間とか30秒間ゴーッと吹き続けた後にトーンと跳ねる。僕としてはそのトーンっていう跳ねの時に写真が撮りたい。でもいつトーンとくるかわからないじゃない。ところがプロキャプチャーモードというこの OM デスタルさんのこの機能を 使うと、取れるんですよ。この機能を使うとね、取れちゃうんです。ちょっとご覧ください。どういう機能か、じゃ説明をちょっとします。このプロキシャプチャーモードっていうのは、カメラのね、シャッターボタンを軽く、軽くチョンと押すと、カメラの中が動き始める。何かが動いてるんですよ。ほんで、ここぞっていう時に、ギュッと、 深く押し込むと、そっからちょっと前の写真が SD カード、カードに記録されてくる。え、どういうことでもう一回、もう一回説明します。写真をご覧ください。ゴーッとなってて、ドーン多分ね、僕が思うに、こんぐらいでシャッターを深く押し込んだと思う。だけど、 ずっと手前のトン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 。ここ、あ、ごめんなさい、行き過ぎたね。はい。ここからもう記録が行われてるんですよ。人間の感覚なんていうのは、まあ、いい加減なものなので、ドーンって聞いて、見た時に押しても遅いじゃない。ね。もう間に合わないわけ。でも、このプロキャプチャーモード使うと、 この押した前から記録してくれるっていう不思議で楽しい機能。これぜひ皆さんにもね、使ってほしいなと思います。はい。で、もう一回見てほしいなと思います。今度は、えっ、ー、と、同じ手筒花火なんだけど、シャッタースピードを変えました。シャッタースピードを 4分の1秒で撮ったときと125分の1秒で撮ったとき。こちらは、ヒノコは長く写っている。で、シャッタースピードを4分の1にしたから、ヒノコは長い。それを撮った後に、プロキャプチャーモードに切り替えて125分の1秒にして、これを撮った後切り替えて、こっちにすると。そうすると、 これが撮れる。で、ずーっと来て、ドーン、ドーン。この時に深く押し込んで撮ったら、前の写真から記録が始まっている。不思議な機能で楽しい機能です。ね。ぜひやっていただきたい。こちらもご覧ください。ダーン。なんと男らしい。はい。で、この機能を使ってね、もう一つちょっと楽しいことにチャレンジしてきました。 今度は三尺玉。三尺玉というのは特別サイズの大きい、大きい花火。中心からトーンと広がると600メーターにも広がる大きい花火。そのね、大きい花火の中心の真ん中のここだけ、トン、トーンっていう時だけ撮りたいと思って、 撮ったのがこれですこれも、ひょいと、ほい。見てこれ。生まれる。何かが生まれる瞬間。ね。プロキャプチャーモードで撮れたんですよ。不思議な写真でしょ。で、この後、この後、ダーン、ダーンと広がっていく。その中心がこれ。いやいやいや。 で、大きい、大きく取るとこれだし、中心を取るとこれっていうことですね。さあ、続きまして、次。えー、っと、長野県の美術専門学校で、僕はちょっと、えー、指導することがありまして、その学校で学生さんたちちょっと集まって、学生さんたち一緒に 撮りに行こうよっていう声をかけました。それでですね、この OM デジタルの会社からカメラを5台ほど借りまして、で、学生さんにお渡しし、一緒に写真を撮りに行きました。ところがね、この時ね、雨だったんですね。まあ、寒い雨の中で。で、ここに集まった、よいしょ。 学生さんはみんな初めてカメラを使います。で、初めて花火を撮るっていう経験をしてもらったの。本当に撮れるなんて思うじゃないところが、雨の中頑張ってました。みんな頑張ってた。 で、撮った写真をご覧いただきたい。これ。学生さんたちが撮った写真がこれなのよ。素晴らしい。え、初めて本当にっていうぐらい、綺麗な写真が、綺麗な写真が撮れてるの。で、これを撮れた理由の一つに、OM デスターさんの,このライブコンポジットっていう機能。ライブコンポジットっていうのは、実は、ビデオカメラのように、 写真を撮っている最中に液晶モニターを見ながら花火を撮ることができる機能。で、それはね、あの、初めての人たちにはとても安心な機能、機能なので、皆さんにお勧めしています。で、撮った写真がこちらですね。はい。まあ、綺麗ですよね。はい。 ぜひ皆さんね、あの、花火を、えー、撮った経験がない人にも、やってほしいなと思います。ぜひ、チャレンジしてみてください。さあ、ご覧ください。これ、ワイドスターマインね。幅広いの、ワイドスターマインなんて言い方します。下から、扇打ち上げ、扇打ち上げ、あ、外れていっちゃった。ごめんなさい。扇打ち上げ。 で、上でトン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 。これは実は、おもちゃ花火なんです。自分が買いまして、設置する。で、自分で火をつける。で、トントントン、シュワーシュワー戻しましょう。シュワシュワシュワで、僕がこのね、2年間、3年間の間、花火、 大会がなかったときに友達とかに集まってもらって花火の撮影会を何度かやったんです。そのうちの1枚。で、自分が比較しますので花火に点火するときはもうみんな仲間にカメラの準備大丈夫シャッターを押せる大丈夫みんなが大丈夫になってから 花火に火をつけるので、全員が綺麗な写真が撮れるこれね、今後も時々やりますので、えあのー、撮りたい人がいたらぜひ来てほしいなと思いますんでね、ぜひ来てください。先ほども言いましたけど、この日本の花火の 綺麗な姿って何どっから見ても丸い形の花火が綺麗だなとよく言われております。はい、そういうところにもね、ちょっと注目してみてほしいなと思います。今、日本の花火屋さんたちはちょっと厳しい。厳しい状態にある。お仕事が、仕事がなくなっちゃってね、厳しい状態にある。でも、今年は 花火大会が再開、再開されると思いますので、まあ、小さい街のちっちゃい花火でもみんな行って応援してあげてほしいなと思います。はい、さあ、こんな感じでお時間が過ぎてきましたので、いかがでしょうか、田中さん。はい、お願いします。ありがとうございます。さあ、皆さんいかがだったでしょうか。 の今皆さんもね一緒にこうご覧いただきながらこうはという表情が見えましたね私もあの花火、実はすごく個人的に好きなんですがすごい好きなんですけれど、はい、あの花火ってこう現地に行ってみると迫力ですとか臨場感もちろん楽しめるんですが先生の作品を拝見していると OM システムでこうさっ 撮影をして作品に残すからこそ見ることができる花火の軌跡ですとか形そうこういったものって写真だからこそ見えてくる新しい世界なんだなと感じましたもしいもはい。よくそこに気づいていただきました先生,いやもう先生の作品のおかげです, <laughs> うごす本当にありがとうございました <laughs> ありがとうございました そして先生たくさんのチャットもです、ねはい、いただいておりますので、はい、お時間の関係で二つだけご紹介をしたいと思います、はいはい、まず一つ目のチャットです<う>手話も使ってお話しされているんですね先生の花火愛に溢れた作品とお話が素晴らしいです <laughs> ということでしたありがとうございますやはりこう手話でお話しされているといろんな方にもまた幅広い方に楽しんでいただけますね耳の聞こえない 人たちでもね、ドーン迫力は体でわかるんです障害があってもなくてもみんな同じ感動を味わえる素晴らしいことだなと思いますね、はい、おっしゃる通りですね、はい、そしてもう一つ応援メッセージ届いております三脚を禁止する花火大会もあるので<ー>手持ちで撮れるのは興味が湧きますそうそう、はい、そうなの まあ、三脚を使ってね、ちょっと邪魔だよっていう話が時々あったので、三脚が禁止っていうところがね、増えてきた。ちょっと残念。残念だけど、そう、手持ちができるっていうのは素晴らしいことだよね。はい、そうですよね。うん、先ほど先生もお話の中でおっしゃっていましたが、例えば三脚が使える会場であったとしても、サプライズで急に上がったりすると、三脚立ててる間に終わっちゃいますからね。 あの東京なんとかなんとかも三脚だめだしぜひ OM でしたので、ね、撮ってほしいと思いますねありがとうございます、はい、<laughs> 先生のいろいろ作品を拝見して皆さんもぜひですね撮ってみたいなと思われた方は今年またこれからいろいろとね花火大会も復活してくるかと思いますので、はい、OM システムでの撮影どうぞお楽しみください先生本当にありがとうございましたありがとうございます さて、続いては15時より福田健太郎先生による o m 1で撮る自然風景をお送りしてまいります。こちらもぜひご覧ください。以上で金武武先生による CP プラス 2023OM システムスペシャルトークステージを終了いたします。皆まありがとうございました。